日本鹿児島県いぶすき市山川小川山川小川は、鹿児島県いぶす市の大技、旧いぶすき山川町大技小川。人口は1095人、世帯数は430世帯。郵便番号は8910515である。いぶす市の中南部、うなぎ池南岸、小川流域に位置する、畑作中心の農業地域である。あ駅の東方に、山川成川。 山川福本、西方に、山川大山、山川浜千代が水にそれぞれ隣接している。麻生駅の中央部を東西に、国道226号が通り、地域東部にある、いぶすき市山川小川交差点から、西方向に、鹿児島県道241号大三階門線が、分岐している。麻生駅の南部には、地熱発電所である、九州電力の山川発電所が所在している。 1995年に九州地熱により営業運転が開始され、九州では3カ所目となる地熱発電所となった。1960年に山川町大技、成川の一部より分割され、山川町の大技、小川として設置された。2006年1月1日に山川町が、伊ぶす市及び海門町と新設合併し、新生の伊ぶす市となり、 大技名はそれまでの大技名に自治体の名称を関したものに解消することとなり、大技小川は、指宿市の大技、山川商船となった。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。阿佐駅内には、鉄道は通っていない。最寄り駅は、山川大山に所在する指宿、枕崎仙台線駅である。ありがとうございます。